覚悟はできてるよな。ええ、桐生さんならこの金なんか使わずに同情会を立て直してみせろって言うんでしょうね。さあ、それは分からない。お前の立場になってみないとな。譲れるもんなら譲りたいです。だが俺にも意地がある。俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやりたい。あんたが昔俺に見せてくれたようにね。大吾、またこうして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直、こうして戦えることが嬉しいですよ、桐生さん。来い！俺が登場界というダイモンの重さ、きっちり体で教えてやるぜ。行くぞ、桐生！どうした？まだまだ。